はい、整体院5行の山本です。今回は体をこのように後ろに反ると腰が痛くなる時の改善方法をお伝えしますので、ぜひ最後まで見てください。では早速やっていきたいと思います。体を後ろに反ると腰が詰まって痛くなるんですよね。この原因はここの腰包茎筋になります。今日はこの腰包茎筋をほぐしていきます。この筋肉のほぐし方なんですが、まずこのようにですね、あばら骨を触ってください。そしてこの親指を下にですね、ずーっと下げていきます。そうするとペコッとへこんであばら骨が終わるところがあります。そしてこのあばら骨の際ですね、ここを押したままあばら骨に沿って斜め上の方向に指をずらしていきます。そうすると硬い筋肉に当たると思います。ここをほぐしていきます。ほぐし方はこの筋肉をですね、この斜め方向にここをグッと押すと痛いと思うんですが、ここを痛気持ちいいくらいで押したまま深呼吸をしながら10回体をこのようにねじっていきます。それではやっていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではチェックをしていきましょう。またこのように体を後ろに反ってみてください。これで痛みが軽くなっている、もしくは痛みが消えているというのであれば、あなたの体を反った時のこの腰の詰まりの痛みの原因は腰包茎筋にあったということになります。このエクササイズを1日に2セットから3セット、朝昼晩、これを1週間やって様子を見てください。今日の動画は以上になります。この動画が役に立ったと思われたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。